皆さん、こんにちは。木戸です。前回ね、なんとかこう線路を完成させて、この村の中に生えてる、あと今ちょっと周囲の木々もね、焼き払いの、だいぶ見通し良くなったんで、ちょっとここに木をいっぱい蓄えてんだけど、とりあえずフェンスをね、いっぱい作って、足りないな、これじゃ。フェンスをいっぱい作って、まあ、とりあえずこれくらいで、囲っていこうと思うんだけども、まあ、後々整地はするっちゃするんだけど、ちょっとこの辺とかも焼いちゃおう。後々整地とかもするんだけど、高さをどこ基準がいいかなと。ただ、大概の家が、ここ基準。ここ基準か、この一個下基準か、かな。柵で囲ったときに。この中間のこの高さぐらいがちょうどいい気がするかもしれない。まあ、どうせね、柵とか後々調整もできるし。で、どうせ畑とかもね、用意せなあかんだろうし。まあ、ちょっといつも通り、ちょっと広めに範囲をこう囲っていく感じかな。そうでね、ちょっとね、武器をね、一応効率強化4までは、あ、これ3か、シャベル3か、道理で遅いわけだ。土掘るのがね、もっとサクサクみたいな、あ、こんな掘るつもりじゃなかったのにぐらいの感じで掘れるようにするには、やっぱり効率強化5まで持っていきたいな。でも5だと若干使い勝手が微妙やから、まあ4ぐらい、最低でも4だな。でもまたちょっとエンチャント積みに帰りたかったりはするけど、この辺はとりあえず曲がっとくか。この辺はもう家とかないからね。この辺の段差がちょっと気になるんだけど、ここはちょっとね、埋め立てて、この辺を畑にするぐらいの気持ちでいいんじゃないだろうか。で、まあ、こっち側は、もうちょいぐらいかな。範囲的にはこれくらいの規
気持ちで。なんか村人こっちにやけに集まってるけど、して寝ようかな。で、こっち側も、こっち側ももう、ね、ここが村のなんか集まる場所みたいな扱いになってるし、こっち側もっと広く撮りたい気がするな。ちょっとこの辺ちょっと片っ端からいなくなってもろて。範囲的にもね、もうここを下げてもいい気はするな。でも この辺ぐらいから高さ的には下げて、この辺にはちょっと燃えてもらって。ああ、いい眺め。あ、俺の火打ち石が。まあでもこれくらいね、眺めが良くなったら、まあこの辺でなんか動物飼ったりとかもねできるし、ちょっと念入りに。なかなかいい場所だ。で、ちょっとこのギリギリぐらいにしとく。まずはこの囲ってしまうことを優先して、後々調整するにしてもね。
してフェンスが全然足りていない。もうちょっと外側行きたい気もするけどな。ここなんか村の出入り口的な感じにしたらいいかもしんない。ここの一個だけお家が浮いとるっていうか離れとんのやな。この家をまあもっとでかくしていく方向とかでもいい気はするけど。いやでも俺基本なんでもな、外に広げようとしちゃうから。この辺ぐらいにしとこう。これでも十分広いけどね。またもっと外に広げたくなったら広げればいいし。この下潜ったら楽しそうだな。さて、こっち側だけど、こっち側はどうしようか。ちょっとこの辺はもうちょっと木を切ろうか。焼いた方が早い。砂利を探せ。そしてこの下はどこに続いているんだ。あ、ただのトンネル。砂利ありませんか。あった。あ、なんか掘れんと思った。ユーチー石、ゲット。よし。あ、鮭がいっぱい泳いでいる。秘密潜入通路。着火もあると楽でいいよね。
村の周りのね、囲いが厳重にしてあるともうそれだけで守りやすくなるし。この辺に俺の家作ってもいいね。ベッドがない。すいません、ベッドをお借りしたいんです。あ、違う、村人が捕まってるだけや。すいません、ベッド貸してください。よし、じゃあやっぱりここはまっすぐ伸ばしちゃうかな。私も良くなったってことで。この辺の土は削って鳴らしちゃいたい気もするけど、まあそれは後でもいいや。なんか、なんだろう、見えない何かに引っかかってしまうパターンがちょいちょいあるんだけど。よし。とりあえず、ぐるっと一周、囲えましたね。囲めたのを、囲んだのを確認しつつ、明かりも置いて。この辺ちょっとな、深めに作っとかんと。何者かの侵入の可能性があるからな。または脱走。
これな、キツネとかって潜って侵入してきたりすんのかな。あれ、そう、ここはね、あのフェンスゲートを置くために開けているんで、あとフェンスゲートも作んないといけないね。松明が置けん。これもうすでに村人を脱走してたりはしない？大丈夫？あんまホイホイあちこち行かれると守りきれないからね。あ、石炭、どっか石炭ないっすか。どっかにない。ない、パンしかない。まあでもこうぐるっと見た感じ、だいぶ、なんか聖地とかも、ささっと行けそう。うん、いい拠点になりそうですね。あ、そうだ、フェンスゲートを作るんだった。まあフェンスゲートもね、出入り口もあっちやこっちや結局欲しくなるから、とりあえず1個はね、ここに、いつも通りここゲートですっていう。あとはもうなんか各方面にって感じかね。この辺とか。結構この水場で区切られてたりするから、これを桟橋ガーッと作るのもありかもしんないね。こっち方面にもみたいな。こっち方面にも桟橋を。どうせ木材いっぱいあるし。こういう感じで。ハーフブロックでもいいけど、まあ、ケチる必要もないな、こんだけ木があったら。今はまだケチる時じゃない。どうせ後で建築しようとかってなった時に、木材いるとかってなるけど。今はまだいい。大丈夫。これもう、この、なんていうの、水上基地的な感じで。ほら、原木いっぱい。鮭がイカを襲撃していた。逆か、イカが鮭を襲撃してんのか。こんな感じで桟橋を作って、ここもゲート。いやー、かっこいいね。
これいいね。今までにない感じ。完全に水で囲まれた水上要塞みたいなの作ってもいいな。アイディアがワクワク。次から次にやりたいことが、作りたいものが湧いてくる。すごい。なんかそんなアイディア必要なんか知らんけど。ここちょっと高くなっとるんよね。ここちょっと高くなっとるんは、なんか、この辺とか、ぎっちりなった感じだし、掘るか。整地。うん。こっちの高さを基準にして、この高さを、削っていく。夜になっちゃいますね。うん。ベッドもいっぱい用意してあげないとね。またこの村も繁栄してもらわねば。さあ、あとどこに出入り口作ろうかな。内側この辺とか、フェンスゲートがあと1個あるから、ちょっとこの辺のね、土は、なんか整地に、埋め立てとかに、必要になるはずなんで。フェンスゲート、あとは、向きこの辺かな。この辺とかにも だいぶいいぞ。時間はもうちょうど30分か。じゃあ今回はこの辺までですね。まあ、ちょっととりあえず最低限のライフラインというか環境を整えてあげたいんで、畑とあと家畜っすね。をなんとかしてあげたいかなと。この辺、
整地して整えつつも、じゃあこの辺何をこうって感じで、村メイキングをしていきたいと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。